赤間ゆ香は、日本のアナウンサー。テレビ神奈川所属。宮城県仙台市出身。仙台白百合学園高等学校、宮城、教育大学教育学部特別支援教育教員、養成家庭卒業。テレビ朝日安く出身。2017年4月1日、北陸放送にアナウンサーとして入社。同月には、小野塚真奈美と、 腕玉ダンス MRO バージョンを披露。テレビのアイキャッチ映像として放送され、これがアナウンサーとしての初仕事となった。ラジオでは2017年5月1日のニュースクリップでのローカル枠のニュース。テレビでは同6月3日の金沢100万国祭特番の中継リポーター。テレビニュースでは同6月21日未明の MRO ニュースで、それぞれデビューしている。 2017年9月25日より、レオスタのお天気キャスター兼、フィールドリポーターを務める。2017年10月29日に開催された、金沢マラソン2017では、ラジオのランナーリポーターとして参加。地震初のフルマラソン挑戦であったが、6時間10分38秒のタイムで完走した。2018年6月3日から2019年2月24日。 までは、お達者ですか、孫の、ゆうかです。2018年10月7日から2019年3月3日、までは、赤丸ジャポンで、それぞれ自身の名前が入った、冠番組も担当していた。2019年3月をもって、MRO を退社し、翌4月に、TBK へ移籍。同月6日より、あっぱれ。神奈川大行進の、第10期アシスタントとして、 出演を開始する。趣味は、チアダンス、バレー、新体操、剣玉、ルービックキューブ、ゴルフ、着付け。日本漢字能力検定準1級、温泉ソムリエの資格を所持している。好きなものは、宮間くわ型、舞台鑑賞、映画鑑賞。好きな色は金色で、好きな数字は1。好きな食べ物は、肉類全般、アイスクリーム、ズンダシェイク、メロン。 ラーメン、祖父が掘るたけのこなど。好きな花は、オルラヤと、セディンセ。ザウの名は、なせばなる。これは、チアダンスの技であるスコーピオンを、なせばなると信じ、毎日の筋トレによりマスターできたことに起因している。幼少期には、毎朝5時に起床し、公園で、縄跳び5000回を跳び、バレエのバリエーションを20曲踊った後投稿していた。これは、 ダンスバレーの英才教育と称して、母親から毎日課されていた課題であった。大学時代には、チアリーディング部に所属し、学外においては、宮城来シーレディ、ベガルタチアリーダーズ第12期、ミスユニバースジャパン宮城大会のファイナリストも、それぞれ経験した。大学卒業後は、公務員や銀行員になることも考えていたが、チアリーダーとして、 プロからアマチュアまで応援しているうちに頑張っている人を支えることにやりがいを感じたことから大学2年生の時にアナウンサーになることを志す。自身の性格は破天荒な一方、恋愛面においては慎重な部分もあると自己分析をしている。ありがとうございます。